皆さんこんにちは。司法試験2018年度合格答案作成講座民法第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さてこの講座はですね、憲法に引き続きこの問題集民法、これを主に使ってですね、答案の書き方とですね、基本知識を補充していく、講座になってきます。で、民法の場合はですね、この問題を使った練習というのが非常に重要になります。もちろん他の科目もね、重要なんですけど、で、なんでかというと民法は100% 事例問題です。で、ここで他の科目も事例問題じゃないかよって思った方いらっしゃると思います。いや、他の科目も全部事例問題ですよ。形式は少なくても、でも民訴なんかは事例問題の形を取ってるから実際は一行問題、理論を聞くような問題はあるんです。でも民法は違う。民法は名実ともに本当に事例問題です。で、なぜかというと、このね、放送の仕事で一番重要なのはやはり民法なんです。検察官はちょっと別ですけどね。弁護士になったら一番使うのは民法。なぜかというと民事紛争を解決するっていうのがですね、弁護士の仕事もやっぱりメインだし、民事裁判官なんかもメインです。で、結局民法を通して事例処理の能力をこれ聞いてるんですね。事例処理能力、ということはこの問題を通じた論文問題を通じた演習が極めて大事になります。じゃあ論文問題を通じた演習でどのような力を身につけるか、パンフレットとかね、一般論として、法律の解釈を身につけましょう、当てはめの能力を身につけましょう、そんなのは皆さん聞いたことあると思うんですよ。でもうちょっとこれ詳しくやりましょう。で、詳しくやるとまず事例を分析する能力が必要です。そして事例分析っていうのは要するに問題文でごちゃ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 いろんなことが書いてる、その事例を法律的にどう考えるか、法的構成まで落とし込む能力、事例分析で法的構成をする能力、実はこれが大事だったりします。論証覚えろってよく言いますよね。で、論証を覚えても解けない人っていうのは実はここに問題があったりする。事例分析して法的構成に落とし込めてない。で、法的構成に落とし込むと次に初めて論証する能力、規範定律、その前に条文指摘もあるけどね、ここが条文を指摘して規範定律して当てはめをして結論を出していくということになります。で、この事例分析法的構成をする能力っていうのは、結構身についてない方が多いので、私の合格答案作成講座ではこの事例分析能力ね、それと法的構成能力、これを、中心にやっていきたいと、考えております。もちろん規範定律の部分もやるし、当てはめもする。で、あと論証を覚えるっていうのはこの規範定律のところに役立つものなので、これはしっかりやっていただく必要があるということです。いいでしょうか。
で、憲法から受けていただいた方、憲法と同じことなんですけど、民法だけ受けてる方もいるので、予習復習ね、ちょっと触れておきます。で、予習は、まず大体7、8問進むので、1回に7、8問ぐらい進むので、進む分野って大体分かりますよね。今日だったら民法総則の最初の方、制限行為能力とか法人とか意思能力とかやるから、この分野のインプット、次に代理がやるんだったら代理の分野をざっと復習しておく。インプットっていうのは入門講座のテキストとか基本書とかでざっとそこの知識を確認しておく。で、さらに問題の答案構成、ここまでしてください。答案書くのは理想的なんですけど、そこまでできなくても構いません。ただ問題の答案構成、問題文を読んで何を書こうかなっていうのは箇条書きにね、してきてください。いいでしょうか。で、必ず私の講義でね、予習の時にこの分野のインプットをしてきてください。これいつも申し上げてます。で、これなぜか、ということをちょっとご説明しておきます。これ司法試験の勉強法に大事なんですよ。司法試験の伝統的な勉強法に答練、答案練習会というものがあります。それは要するに問題見て答案書いて提出して添削して帰ってくる。で、その答練の前に絶対やらなきゃいけないことは、答練で出る分野の予習なんですよ。ガチガチにその分野覚えてきて論証とか覚えてきて詰め込んで答練で自分の勉強成果を吐き出して確認する。この繰り返しで知識っていうのは定着していくんですね。だからそれをこの論文の合格答案作成講座でもやっていただきたい。だからインプットをやって問題の答案を構成で、こっちの方が楽ですよ。いきなり問題解いたら分かんないじゃないですか。先にインプットしておくから、なんとなくその分野が覚えてる。そしたら答案構成しやすくなる。そして解説講義を聞いてさらに知識を定着させる、そういったことになります。じゃあ次、復習ね。講義か聞いてすぐあとは、まず覚えてない論点の覚えてない論証の記憶、論証の記憶をします。まずこれですね。で、さらに合格答案とか答案例を読んで、良い答案を読んで合格答案のイメージを作る。憲法でも言いましたけど、良い答案を読んで合格答案、こんな感じで答案を書けばいいんだな、そのイメージをつけておく。これ非常に重要です。で、さらにこれ講義直後の復習ね。はい、忘れた頃、だいたい1ヶ月後ぐらい、もっと後でもいいですけど、もう1回答案構成してみる。こういった学習をしてください。だから予習、復習は2回あるんですね。結構大変ですけど、ここまでやってください。せっかくね、お金出してこの講座取っていただいたんだから、とことん利用しましょう。予習、復習2回ね。直後は覚えてない論証の記憶、良い答案読んで合格答案のイメージを作る。1ヶ月後はもう1回答案構成をする。そういうことになります。じゃあここまでよろしいでしょうか。今日は最初なんでね、民法の答案の書き方というものも少しやっていきたいと思います。ではね、このね、講師オリジナルレジュメというものを見てください板書はもういいですかね。この板書は大丈夫ですか。で、講師オリジナルレジュメの1ページ目、民法答案の書き方いきましょうで、民法答案の書き方、カチッと決まってるわけではありません。もう問いに答えてください、そういう話になるんですけど、それでは不親切さということで、いくつかのポイントになることを今日はお教えいたします。法律の
とはの書き方って一通りではないので網羅的に解説することはできません。でもヒントになることはたくさんあります。ではまず第一、当事者の生の声と法的構成いきましょう。例、私、これ X さんだとしましょう。 X は A さんから土地を買いました。 A さんは登記識別情報が見当たらないから、登記識別情報ってのは昔でいう権利書、今は登記識別情報ってパスワードみたいのになってる。これがあると所有権移転登記ができるという話です。登記識別情報が見当たらないから移転登記はまだ待ってくれと言ったので、それを信じて登記を移さないでいました。 A さんかわいそうに騙されちゃったんですね。しかしその後 B さんが土地を A から買って移転登記を備えてしまったようです。まあ、典型的な二重譲渡ですね。でも B は私に恨みを持っているもので、私への嫌がらせ目的で土地を買ったようです。私はどうすればよいでしょうか。まあ、背信的悪意者かもしれない、そういった事例ですよね。でこれも図なんか書かなくていいですけど、要するに A が X に土地を売って、でも B にも土地を売っちゃった、で B が移転登記を備えた、こういう事例です。はい、X さんはどうすればよいでしょうか、こういう問題ですね。でここね、こういった当事者の名前の声が出たら当事者の希望をまず考えていきます。当事者の希望と生の声としては当然登記を備えたいですよね。じゃあこの登記を備えないっていう当事者の希望をどうやったら実現できるか、それはね、法的権利に引き直すことが必要です。でこれ民訴の言葉で言うと訴訟物を考えるということになります。訴訟物何ですか今回。まあこれ2通り考えられると思いますけど、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求、要するに X さんが真実の所有者だ、 B は所有者ではないから B から X に登記を移転しろ、これが一つね。もう一つは本質的にはそんなに変わりませんけど、所有権移転登記抹消登記請求、これ所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求と所有権移転登記請求、これ何かというと A から B への登記移転登記を1回消して A から X に移す、これ A も被告としなきゃいけないんですけど民訴的にはね。でも一応これも理論的には考えられる。大丈夫ですか。登記をダイレクトに B から X に移転させる方法と B から A に戻して A から X に戻す方法、一応2通り考えられます。ただこれはどっちかというと民事実務科目でやることなので民法ではどちらでも構いません。で今回ね、楽だからこっちでいきましょう。所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求でいきましょう。そうすると当事者の、生の声を法的権利に引き直したので、次できれば主張反論形式で考えていった方が分かりやすいです。こんな感じですね。 X は B に所有権に基づく妨害排除請求権としての移転登記請求をしますよね。 X が B に登記をこっちに戻せと言うと、 B は登記がないから X は B に所有権を主張できないとの主張をする、177条。そうすると X は B が背信的悪意者であるとの主張をしていく、そういうことになりますね。皆さん大丈夫ですか。皆さんのレベル感っていうのは多分いろんな差があると思います。入門講座やった直後の人はね、なかなか難しいかもしれないですけど、なんとかついてきてください。で一方結構論文書いてるって人は、こういったね整理の仕方ってまた違うと思うので、頭の中をね、クリアにしてってください。でちなみに要件事実論ってあります。これ民事実務科目ね、これを意識することは非常に有用です。ただ厳密に考える必要はありません。なぜかというと民法という科目だから。ただ要件事実論を意識すると非常に整理しやすくなりますので、ある程度勉強した方がいいです。要件事実論はね、民事実務科目ですね。じゃあ次行きましょう。2ページ目4で、主張反論形式でなんとなく論じることができたら、ここに論点を盛り込みます。つまり論証をつけていくということです。で移転登記請求をするよ、で B は X に登記がないとの反論をする。でなんで登記がないとの反論ができるかというと、177条の第三者に当たるかっていう論点が出てくるんですね。これわかりますか。これね、さっきの図で言うと B さんは自分が177条の第三者に当たるとすると、 X に対してこのような主張ができます。 X が登記を備えるまで X の権利主張を認めないという主張ができるんですね。でこれ要件事実論的に、要件事実論をやった人は今の言葉慣れてると思うんですけど、やってない人ボカーンって感じですよね。177条引いてみてください。
現行でも旧規定でもどっちも同じですよ、177条。不動産に関する物件の特措及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。だからこの条文に即して厳密に考えると、 B は私は177条の第三者だから、X が登記を備えないうちは私に対抗できないよっていうのが177条の条文ですよね、素直に読んだ。それでいいんですよ。いいでしょうか。で、2ページ目に戻りまして、上から12345、 B は第三者ではあるが、当てはめして背信的悪意者であるから X の登記の献血を主張できない。したがって X の移転登記請求が通って X の勝ちということになります。で、こんな感じで答案構成をしてやると、 あとは肉付けしたら答案になる。5、答案例見てください。こんな感じで書いてきます。 X は B に対し所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求をなすことが考えられる。2、一方 B は自分が177条の第三者に当たることを前提に X が登記を備えるまで X の権利主張を認めないとの反論をなすことが考えられる。まあこういうことになりますね。じゃあここでね、一応これ短く書くときは短く書きますけど、不完全物件変動説みたいなのを書いてる。要するに二重譲渡って本当にあり得るのか。ここで AX 間の売買契約により土地の所有権は X に移転している、176条一種主義ですよね。ので B は無権利者 A から土地を買っただけで B も無権利と考えられる。しかし民法は公示の原則を採用し、登記を具備しない限り第三者に対抗し得ないとしているので、177条、登記を備えない限り完全に排他性のある物件を取得することはできないと考えられる。不完全物件変動説。したがって X は完全な所有権を取得していないので、第二売買の買い主である B も土地の所有権を取得できたのである。じゃあではここから177条の第三者とはどのようなものか。で、この論証 書けない人ぜひねマスターしてくださいね。基本論証ですよ。この点177条の趣旨は、趣旨から考えていきます。物件変動を登記により公示することにより、同一の不動産につき正当な権利利益を有する第三者に不足の損害を与えないようにする点にある。とすれば第三者とは、これ絶対書けるようにしましょうね。当事者もしくはその包括承継人以外のもので、不動産に関する物件の特措及び変更の登記の献血を主張する正当の利益を有するものを言う。では177条で保護される第三者は悪意でもいいか、背信的悪意者排除論を書く。この点第三者は正当な自由競争の範囲内にある限り悪意でも保護すべきであるし、不動産登記促進の具備の促進のためには悪意者を保護する反面登記を備えていない第三者が不利益を被るのは仕方がない。したがって単なる悪意者は第三者に該当するが、自由競争の範囲を超え、で3ページ目いって、登記の献血を主張することが新規則に反する背信的悪意者は第三者に当たらないと開示する。4 ここで B は X への嫌がらせ目的で土地を購入したのであり、自由競争の範囲外の背信的悪意者、したがって B は177条の第三者に当たらず、 X は B の自分の所有権を対抗できるよって、 X は B に対し移転登記請求をなすことができる。まあ、こんな感じで書いていくということです。で、結局事案を分析して法的構成に直して、でそこに論証を入れ込んでいく。そして当てはめをすると、論文の答案が書けるようになります。で、この事例は極めて単純な事例です。で、実際の予備試験とかの問題は他の論点がいっぱい組み合わされて出てきます。ただ基本的な流れはこれですので、まずぜひ押さえてください。で、民法は6、さまざまな聞かれ方がします。例えばね、今のように X は何ができるかってすごくざっくり聞かれることもあれば、 X は B に登記の移転を請求できるかって聞かれることもあれば、 X は B に所有権を主張できるかと聞かれることもあります。X は B に所有権を主張できるなら、 X は B に移転登記請求ができるっていうのは同じ意味だっていうのは大丈夫ですよね。所有権主張できるから登記の移転も請求できる。この辺惑わされないでくださいよ。あとはこんな感じで聞かれることもあります。 XAB 三者間の法律関係について述べよう。で、三者間の法律関係論ずることは難しいですから、 XAABXB という2者間に分けて考える、これはぜひ覚えておいてください。三者間の法律関係は2者間に分けて考えます。
はい、ここまでよろしいでしょうか。じゃあもうちょっとね、今の二重譲渡事案を深めましょう。どう深めるかっていうと、今はね、B さん背信的悪意者だから X さん勝てましたね。じゃあ B さんが背信的悪意者ではない場合、X が救済を受ける手段は民法上何かあるでしょうか。まあここの事案にね、いろいろ書いてないことも含めて考えていいですよ。こういう場合は X さん B にこういう請求ができる。パッと出てきますか。ダメな主張と通らない主張と通るかもしれない主張、一つずつ考えてください。これね、パッと出てくるようにしてください。二重譲渡事案はあと2つ論点があります。一つは留置権。 X が土地をも、実際に占有しているとして、 B からの引き渡し請求に対し留置権を主張できるかという論点があります。これ基本論点ですよね。二重譲渡と留置権、これ BX の引き渡し請求に対し X は留置権を主張できるかという論点がある。二重譲渡事例で X が負けそうだ、しかも X が土地を占有してるんだったら留置権、これは書く必要があります。もちろん負けるのであっさりでいいことがほとんどですけど、これ問題になりますね。覚えてない人、留置権のところで確認しておいてください。必ずテキストに載ってるはずです。基本論点です。じゃあもう一個は何でしょうか。もう一つは差外行為取り消しですよね。もちろんこれも要件を満たせばですよ。 A の無視力とか B の悪意とかそういった要件を満たせばですけど、 AB 売買取り消しですよね。これを求めていく可能性はある。で、差外行為取り消しは要件を満たせば認められます。で、ここの論点もいろいろありましたよね。損害賠償債権に変わってなきゃいけないんだとか、いろんな論点がありました。まだ書いてね。こういうものをパッと思い浮かべる能力、これが民法では大事です。二重譲渡って出てきたら当然背信的悪意者の話も出てくるだろうし、他に留置権じゃないか、差外行為取り消しじゃないか、このパッと出てくるようにしておきましょう。なんでかというと、皆さん弁護士になってね、 X さんが法律相談に来た時、 X さんの救済手段はリスト化できないとダメですね。これがあって、これがあって、これがあって、どれがいけるか、お医者さんがね、症状を聞いて答えるのと一緒、パッと出てこないといけない。そういったね、頭のネットワークをつなぐ訓練もしてください。これ留置権、担保物件、差外行為取り消し、債権総論ですけど、全部論文では一緒に書きます。で、覚えてない方ね、これ論証集のどこにあるかというと、ちょっと見ておきましょうか。中身は見ませんけど、この論証集というものがあります。例えば54ページには不動産物件変動の第一論点1、不完全物件変動論、これさっき出てきましたよね。で、55ページ論点2の第三者の範囲、論点3位背信的悪意者排除論、これを使いました。だから54ページから55ページの論証を使ったということです。覚えてない方は今日帰ったら絶対覚えてくださいね。で、さらに留置権に関しましては75ページ、ちゃんと書いてますよね。ここに75ページ不動産の二重譲渡と
留置権主張の可否という論点です。これも典型基本論点になります。でさらに差外行為取り消しでいうと、120ページですね、はい、論点10、不動産の二重譲渡と差外行為取り消しで、こんなのもある。これも基本論点です。これ有機的につなげられるようにしてください、頭の中でね。そのためには何をすればいいかというと問題演習です。問題を考えて法的構成をしていく、これがいい訓練になってきます。よろしいでしょうか。では今日はね、いきなり問題に入るのもあれなので、初回なので少し頭の訓練をしてから問題に入っていきたいと思います。レジュメの4ページ目ご覧ください。ちょっとエクササイズと表して何個かやっておきましょう。はい、訴訟物と法的構成を考えてください。1番、 X は Y に騙されて中古車を3000万円で買った。騙されていたことが分かったので3000万円を取り返したい。はい、訴訟物何？訴訟物って分かんなくても、 X は Y に何という権利を主張すれば X さんは救われるのですかということです。はい、考えてくださいね。括弧1、何権ですか？権利の名前。はい、先取り消し権。違うよね。いや、先取り消し権も使うんですけど、取り消し権だけじゃ意味ないですよ。返ってこないですよね、取り消したって。どうやって戻ってくる？これ不当利得返還請求権ですよね。これは不当利得返還請求権になるんです。まあ703、704の不当利得返還請求権が訴訟です。X は Y に対して不当利得返還請求権を主張して物を返せということになってきます。じゃあ詐欺取り消しってどこで出てくるんですか？これ703条の条文を引いてみてください。703条、法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者以下この章において受益者というは、その利益の損する限度においてこれを返還する義務を。要件は法律上の原因がないこと、利得損失因果関係でした。でこの不当利得の法律上の原因がないって要件のところに詐欺取り消しがかかってくるんですよね。つまり詐欺取り消しをしたから3000万円が移転した法律上の原因がなくなったから返せっていう話ですよね。だから不当利得返還請求権の要件の中の法律上の原因がない、ここの要件を検討するにあたって取り消したんだということを書いていくわけです。だから論文の書き方としてはね、今そこまで覚えなくていいんだけど、 X は Y に3000万円の不当利得返還請求ができるか、不当利得返還請求の要件は1、法律上の原因がない、2、点点点って書いて、では1、法律上の原因はないと言えるかが問題となるが、詐欺取り消しをしたので法律上の原因がなくなってるって持っていくわけですね。このように民法の答案は書いていきます。で書き方の流儀はいろいろあるんですけど、このね、権利を意識してその要件の中で論じていった方が書きやすいです。だってこれ誰でも分かるから。なので皆さんもぜひそれを意識してください。じゃあいいでしょうか。じゃあ次括弧に行きますよ。これも訴訟物と法的構成考えてください。括弧に、 X は Y に騙されて土地を100円で売ってしまった。騙されてことが分かったので土地を取り返したい。これ何件でしょうか。はい、権利は何？
これ所有権に基づく返還請求権ね。いいですか。で、なんで所有権に基づく返還請求ができるかというと、詐欺取り消しをすることによって物件変動が訴求的無効になっているから、 X は最初から土地の所有者であるということですよね。そこまで書くんですよ。詐欺取り消しで物件の移転が訴求的無効、訴求的無効だから最初から X が所有者なんだ、だから X は Y に対して所有権に基づく返還請求権が持ってるんだ、そういう話ですよね。でこれすごく細かいなって思う人いるかもしれない。確かに市販の答案例なんかはここまで書いてなくて、もっと論点ばっかり書いてる答案例もあります。でもここから書いた方がいいですよ。だってこれ確実に点数ありますよ。これだって正しいこと書いてますね。そしてロジックは積み重ねてくださいね。ロジックを積み重ねれば積み重ねるほど丁寧な答案になって点数も伸びるし印象もいいです。だっていきなりね、詐欺取り消しの論点入るより不当利得返還請求権で法律上の原因がないところで取り消し論じるんだ、あるいは詐欺取り消しで物件の移転が訴求的無効だから所有権に基づく返還請求があるんだって論じてった方が、採点者この人法律分かってると思いますよ。でこれ私が読んでてもそうですもん。だってだからここからちゃんと丁寧に書いていくようにしてください。ちなみに詐欺取り消しで、訴求的無効っていうのは条文ありますか。現行規定ね、このクラスは一応現行民法の規定ね。これ現行民法121条ね、取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。ただ制限行為能力者はその行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負うだから、これまあ一応121条ですね。次いきますね。括弧にもうちょっと深めましょう、これ正解は所有権に基づく物件的返還請求権でいいんですけど、こういう質問を受けたらどうします。これ不当利得返還請求できますかって聞かれたらどうします。これね、なかなか難しい問題で、まあ、できないっていう説もあるでしょう。ただできるとしてもこれね、返ってくるものが違う。土地そのもの戻ってこないですよ。土地の価値が返ってくるだけです。となると難しい問題が出てきて、騙し取られた時の土地の値段なのか今の土地の値段なのかよく分かんないということで大変なことになります。ただ一応ね、可能だと考えることもできますが効果が違う。それは意識しておいてください。土地を取り返したいなら、まあ所有権に基づく返還請求しかないということです。では括弧3いきましょうか。ちょっとここから難しくなりますよ。今日はね、民法総則と物件のところで大体揃えてます。その方が皆さんね、分かりやすいと思いますので、括弧3いきましょう。 A と Y は通謀して A 所有の土地を Y に売ったことにして登記を Y 名義に移転した。まあ通謀虚偽表示です。全員昔の X は土地を Y から買った。X は土地の登記を備えたい。はい、これなんていう権利を主張すればいいんでしょうか。まあ図は簡単ですね。 A と Y が虚偽表示で善意昔の X が買っただけ。当然善意昔の X は94条2項で保護されます。まあ昔までいらないけどね、とにかく善意ではあるので保護されます。
X さんは何ていう権利を主張して土地の登記を備えることができますか。判例で考えてくださいね。これ大丈夫？これは所有権に基づく妨害排除請求権としての移転登記請求権ですよ。まあちょっと長いんで全部書かなくてもいいけど、結局所有権に基づく妨害排除請求権としての移転登記請求権。しての移転登記請求権。こうなります。なぜか94条2項の効果の判例の考え方を知っていればすぐ分かります。はい、A がと Y が通貌虚偽表示をして Y に登記を移転します。この売買は通貌虚偽表示なので当然無効です。で、善意の第三者が出た、善意の第三者が出たらここ有効になるんですか。ならないですよね。判例はここ絶対有効にしないんです。判例は94条2項の第三者が出ると A から X に94条2項の法的効果として所有権が移転すると考えてますね。これが判例の考え方です。いい？ここ有効になるんだって考えてた人、それね、学説。判例違うよ。判例はここは絶対無効でも、善意の第三者が出ると A から X に94条2項っていう売買とかと同じレベルの所有権移転原因があるから、これを判例は94条2項の法的効果としてって言いますが、94条2項の法的効果として X は A から直接所有権を取得するんです。だからこれは売買とか贈与に並ぶ94条2項は所有権取得の原因です。ここは絶対理解しておいてください。っていうことは、X は94条2項によって所有権手に入れた。Y に対して私が所有者だと言えるわけです。だから、所有権に基づく妨害排除請求権としての移転登記請求権。その中で、なんで所有権を手に入れたかというところで94条2項を使う。そういうことになります。だからね、論文の書き方としては、今メモしなくていいけど、X は Y に対して所有権に基づく妨害排除請求権としての移転登記請求権を主張する。で、その中で AY 売買は確かに通貌虚偽表示で無効だが、 X が94条2項の第三者として保護される結果、 X は A から直接所有権を取得したって書いていくわけですよ。丁寧に書いていってくださいね、そういうのも。今ね、今日はイメージだけでいいです。じゃあ次行きましょう。括弧4番です、X は A 社の営業部長 B から建物工事の発注を受け完成させた、しかし A 社は契約は B が勝手に締結したものだとして代金の支払いを拒んでいる。 X は A 社に工事代金を請求したい。これどうですか。 A 社がいて営業部長 B がいて X は契約を結んだ。でも X は A さんに工事代金を請求したいということですね。これ何件でしょうか。ちなみにこの事例あえてぼかしてます。いろんな事実がね、曖昧にしてます。 X が A に工事代金を請求するためにはまあ工事だから請負いでしょうね。だから訴訟物は請負い代金請求権でいいんですよ。じゃあ X
XA に X が A に請負代金を請求するために、XA 間に請負契約の効果が帰属している必要がありますよね。で、今回 B さん営業部長。営業部長ってことは少なくとも A 社の代表権はありません。代表取締役だったらね、代表権あるからそこは問題にならない。でも代理権はある可能性はありますね。で、ここはまだ明らかではないんで、とりあえずね、法律家の頭の働かせ方としては、まず代理だって言ってるんですよ。これ従業員だったら無理かもしれないけど、営業部長なんで代理権があったでしょうということで、請負代金請求のまずね、主張の中にはこう書いていく。1、まず BX 請負契約。で、件名。で、1に先立つ代理権授与。これを主張していくわけですね。これ代理の要件事実ですね。要件事実って知らないよって人もこれやったはず。どうやっていう時に代理が成立するかというと、 PX 間に代理行為があって、件名があって、先立つ代理権授与があると代理になるわけですね。で、これ要するに有権代理って言いますよね。有権代理の主張をするわけです。まず、で、有権代理の要件はこれ99条1項に書いてますよね。99条1項も引いてみてください。代理人がその権限内において本人のためにすることを示していた意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。で、これを読み解くと、代理は3つ。代理行為、件名、先立つ代理権授与。これ覚えてない人絶対覚えておいてくださいね。有権代理を書くときは、この3つを書いて要件があるかどうかを検討していくということになります。要件効果で考える、これぜひ身につけてください。いいでしょうか。じゃあ今回は有権代理どうでしょうか。これ認められそう、否定されそう、よくわかんない。よくわかんないとして、どこの要件が否定されそうですか。123、これ3ですよね。会社側は、いやいや、これは営業部長が勝手にやったことで代理権なんかありませんって言うに決まってる。これよくある事例ですよ、トラブル事例。そこで、じゃあ代理権授与が否定されたら何主張します、今回、今度。表権代理ですね、当然。これがダメだった時に備えて予備的主張で表権代理を当然主張する。何条？これ事例からは定かではないけど、例えば営業部長って肩書きを与えたことが代理権の需要表示だ、言えなくもない、109。あるいは営業部長に何らかの代理権があったら110でいけるかもしれない。この辺りを検討していく、そういうことになります。だからもしこの問題が出たらね、事例問題はもっと複雑でしょうけど、まず有権代理を書く。これはさらっとでいい。有権代理をさらっと書いて、でも代理権が認められないときは表権代理だって書いていく。これが答案の流れです。で、実際裁判もそういう流れになります。まず普通の代理ってダメだったときに表権代理。いいでしょうか。で、皆さんがね、民法でいろいろ学んできたことを、こういった問題を解くって観点から再構成していく必要があるんですね。それにぜひこの論文問題、合格答案作成講座を使ってください。はい、じゃあ括弧5いきましょう。ちょっと飽きてきたと思うんで、エクササイズ最後です。 X は Y からおもちゃ1000個を購入し、その売掛金債務を担保するために X の土地に抵当権を設定した。
しかし Y が X におもちゃを引き渡さないので X は抵当権を抹消したい。これ権利何？まあ権利は名前はいいんですけど、要するに抵当権を抹消したいって権利ですよね。これを別に今は知らなくていいけど、抵当権設定登記抹消手続き請求権になります。請求権になります。これですね。抵当権設定登記抹消手続き請求権、こういう権利になります。で、これはいいんですよ。この権利が生まれるためには何を言えばいいですか？おもちゃを引き渡さないから抵当権消したい。これ、やりたいことが分かります。でもやりたいことをこれ法的に構成するとどうですか？これこういうことですよね。おもちゃ引き渡さないと皆さん何をします？売買契約を解除しますよね。じゃあ売買契約を解除するとどうなるんですか？当然この売掛金債務は消えますよね。だって訴求的無効だから。売掛金債務は訴求的になくなる。解除によって訴求的無効になるのは原状回復の条文から明らかであります。条文で言うと545条1項ですね。じゃあ、売掛金債務が消えると、抵当権はどうなりますか？抵当権は随伴性？違うよね。不従性で抵当権も消滅するんです。不従性で抵当権消滅。こういうことになります。もう分かってる人はね、もう当たり前のことなんだけど、このロジックの積み重ねが大事です。で、まずこれがね、理解してない方はまず理解してください。まあ聞けば分かると思います。普段ね、当たり前のように抵当権消えるんだってやってるんじゃなくて、ロジックを積み重ねて考えていく。で、こんなの当たり前だって思う人は、今度ね、これをね、文章で書かなきゃいけないんですよ。これ結構難しいですよ、実は。これでもかってぐらいに丁寧に書いてあげてください、論文ってのは。そうじゃないと伝わりません。僕もね、司法試験受かってから司法修習行ったんですけど、そこで何度も注意されるのが論理の飛躍。司法試験受かっても論理飛躍してるんです、みんな。もっと丁寧に書かないと裁判官には伝わらないということなので、司法試験の答案も丁寧に書いてください。もちろんね、答案とか時間の関係から省略することはあります。でも丁寧に書けるんだったら丁寧に書いていく。それが、試験に受かるね、コツです。いいでしょうか。じゃあ次5ページ目、最初のね、総論の最後になります。いくつかのポイントです。で、まず1、もう言われてると思いますけど、債権と物権で考える。一般論として民法は複数の法的構成が考えられるなら複数考えてください。できる限り考える。で、そのポイントとして、まず債権と物権、債権的請求と物件的請求を両方考える癖をつけてください。例えば例を見てください。X は Y にこう建物を貸し渡した。賃貸借契約は終了したので、X は Y にこう建物の返還を請求したい。まあ、X さん所有者ですね。
となるとこれは2つ権利考えられます。当然所有権に基づく返還請求権と、あとは賃貸借契約の終了に基づく返還請求権。この2つ考えられますね。所有権に基づく返還請求権は当然物件的請求権、賃貸借契約の終了に基づく返還請求権は当然債権的請求権になります。この両方で考える癖はぜひつけてください。で、当然要件も効果も違いますね。時効で消える期間、例えば所有権に基づく返還請求権は時効消滅しないけど、債権的請求権の方は時効消滅ありますよね。いろいろ違います。じゃあね、これを踏まえた上でこれどうですか。 X が Y に貸した物件を Z に転貸した、契約期間が終了したときに X は Z に何と言って返せと言いますか。承諾転貸ね。 X が Y に賃貸して Y が Z に転貸した、契約期間が終了したときに X は Z に返すと言いたい。これは所有権に基づく返還請求権しか主張できないですよ。だって XZ 間に契約ないから、これ債権的請求無理ですよね。賃貸借契約の終了に基づく請求というのは無理、これは所有権しかないということになります。こういった基本事項もね、間違える方結構いるので、注意してください。じゃあ次行きましょう。2番、契約法と法定債権、特に不法行為の両方を考える。何か請求するときは契約構成と不法行為構成2つを考えることが有用です。A 例見てください。X は Y 社が運行させているタクシーに乗っていた。運転手 A の過失により交通事故が起こり、 X は全治2週間の怪我をした、はい、X は Y 社にお金を請求したい。これ条文何条ですか。これは債務不履行と不法行為2つ考えられます。何が債務不履行かというと、タクシーに乗る契約、まあ運送契約だとしましょう。運送契約、特にね、人を乗せる運送契約にあたっては乗ってる人の安全に配慮する義務は、これ契約上当然に認められますよね。だからこれ運送契約の安全配慮義務違反を主張するわけです。運送契約の安全配慮義務違反を主張していく。だからここで安全配慮義務の論点を書かなければいけないことになります。じゃあ運送契約の安全配慮義務違反の時にもう一個論点書かなきゃいけないんですけど、パッと出てきますか。これやったのは A 社ですか、 Y 社か、 Y 社ですか。違いますよね。 A がやったから、これ履行補助者の過失という論点も出てくるわけです。運送契約の安全配慮義務違反を主張するにあたって、 Y 社の履行補助者 A の過失があったんだって言っていかなきゃダメですよね。じゃあ次ね、じゃあ不法行為の方はどうでしょうか。不法行為は709条ではないですよね。あ、もちろん Y 社に対して709条請求をしてもいいです。理論的には考えられます。でも普通は使用者責任でいきますよね。不法行為の方は715条1項でいく。
確認しておきましょうか。715条1項715条1項ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、また相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りでない。この2本立てで考えていくわけですね。であとこれ X の Y 社に対する請求ですけど、 A に対する請求考えるんだったら当然709条で考えて、さらに不申請連帯債務ということを書いていくことになります。契約法と法定債権2本立て、これぜひね癖をつけてください。あとね、履行補助者の貸しとかこういう論点をパッと出てくるようにしなきゃいけないです。典型的な問題に対してはどの論点が出てくるんだろうってパッパッと思いつかないと点数がつかないので、ぜひその訓練もしていってください。はい、じゃあ次行きましょう。 A3、 ロジカルに考える、論理を積み重ねるです。 A は Y 所有の建物を Y に無断で B に賃貸し引き渡した。 B の賃借権は引き渡しを受けているので物件貸し Y に対抗できるのではないかって聞かれた時に皆さんどう答えます？事例わかりますね。 Y さんの建物を A が他人物転貸したわけ、賃貸したわけですよ、 B に。で B さん引き渡し受けてる。でも B さんこう言いました。いや、引き渡しを私は受けてます。で引き渡しを受けると借地借家法上これ第三者に対抗できることになりますね。ちょっと引いておきましょうか。借地借家法引いてください。700借地借家法の31条ですね。建物の賃貸借はその登記がなくても建物の引き渡しがあった後は、あったときはその後その建物について物件を取得した者に対し、その効力を生ずるという文章です。でその後その建物について物件を取得した者、これも対抗要件の前後で決まるから、これは特にね意味がない条文とはされています。ただこれね引き渡しを受けたら確かに賃借権は物件化するんですよ。でも B は Y に対抗できるわけがないです。これどうやって説明します？これいろんな説明の仕方があります。ただ一つは、例えばね、物件化するとして、物件だったら Y から A に物件が移転して A から B に移転しないと A はただの無権利者です。だからそのね、賃借権限がないものの賃貸借は引き渡しを受けても物件になるわけがないんだって書いていけばいいだけですね。だから賃貸人から適法に賃借権の設定を受けていない以上、設定を受けていない以上引き渡しがあっても物件化しない。というふうに書いていけばいいわけです。これ一通りの書き方じゃないですよ。いろんな説明の仕方があります。で、基本書にもね、あんまりはっきり書いてないんですけど、ご自身でね、なんかロジカルに説明できればいいということです。
で、こんな難しいの出ないんじゃないかと思っている方いらっしゃるかもしれません。これね、第1回の予備試験、これだけじゃないですけど1個出ましたよ。私受けたんですけど、これでね、ちょっと2分ぐらい考えちゃいました。もったいないですね、時間。普通に出ます。で、こういうのポン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 いろんな、これがね、10個とか出てくるんですよ、こういう論点が。だからこういうのをさっとロジカルに処理できないと、で、時間が足りないです。いいでしょうか。じゃあ次、例2番いきましょう。上記の例で、B が建物を A 所有だと信じていて、信じることに過失もなく10年間 B は A に賃料を払い続けていた事情があるとどうなりますか？もう例も恣意的な例ですけど、これは賃借権の自己取得という話になってきますね。これも典型論点ですよね。賃借権も自己取得できるかという論点があります。いいでしょうか。これどこに出てくるかというと、論証集でいうと48ページの論点4、ちょっと見ときましょうか。論証集でいうと論点48ページの論点4です。で、論証の1番の部分ね。そもそも債権は一回的給付を目的とし、権利行使の継続性が認められないため財産権に当たらず、自己取得が認められないのが原則である。しかし、不動産賃借権は専用要素とし、権利行使の継続性が予定されているため、物件とほとんど変わらない機能を有するから、不動産賃借権は財産権に当たり自己取得も可能ということになります。で、この論証を書いてあって、さらに賃料を払い続けてきた、要するに所有の意思が外形的に表示されていることが必要だって判例の規範を書いて、でも賃料を払い続けていたからいいっていうふうに書いていくわけですね。ちょっと今回はこの論点の解説じゃないんですけど、賃借権の自己取得が問題になるということです。で、賃借権の自己取得が出てくる典型的なパターンが、この他人物賃貸借の場合だから、これもパッと出てくるようにしておきたいんですよ。他人物賃貸借だと、賃借権の自己取得出てこないかな。こういう事例にはこういう論点がある。この頭のね、つながりが大事になってきます。よろしいでしょうか。ではちょっと最初いろいろ言いましたけど、ようやく問題集に入っていきましょう。じゃあ2ページ目の第1問からいきますよ。で、まずは法的構成を考えていきましょう。現在90歳の A は80歳を超えたあたりから病が急に進行して判断能力が衰え始め、2年前からしばしば自理弁識能力を欠く状態になった。絵画の好きな A は自理弁識能力を欠いている時に、画商 B の言うままに B の所有する公会が500万円で売買する契約を B と締結し、直ちに履行がされた。で、以下の通りに答えよう。で、証文1と2は独立したと。1括弧1。A は公開画を B に戻して500万円の返還を請求することができるか。また、 B に公開画を800万円で購入したいという顧客が現れた場合に、 B の方から A に対して公開画の返還を請求することができるか。こういう問題があります。まず1の括弧1、どう考えていけばいいんでしょうか。法的構成ね。なんちゃら県まで考えなくていいけど、法的構成が、考えていきます。で、1の括弧1、これはいいですよね。今回、意思能力献血してるから、A の側から B に返還請求するためには、これ意思能力の無効という論点を入れ込んで主張すればいいわけですね。
意思無能力者の行為は無効。これを論じていけばいいわけです。で、一審無能力者の行為は無効、改正民法では条文が入りましたが、改正前の民法、今の現行民法では条文はありませんので、一応これ論証が必要です。簡単に論じてください。一審無能力者の行為が無効であること、論証を入れ込んで、でも無効だから、返還請求かということになります。で、これもちろん不当利得ですよ。703、704を使って書いていくということになります。これ論証で見てもいいんですけど、ちょっと答案例で見ていきましょう。じゃあ、ここね、回答例見ていきましょう。第1、小問1、1、括弧1について、括弧1、前段について。A は B に対して不当利得として500万円の返還を請求することが考えられる703条。いいですね。やっぱり不当利得ですよ。これ、回答例もなってますよね、ちゃんと。703条の不当利得返還請求権だから、まずこれを書くんです。で、その中で、かかる請求が認められるためには、B の500万円の利得が法律上の原因に基づかないものであることが必要である。で、本件では A が受理弁識能力を書いていたときに AB 間で売買契約が締結されたため、 A は契約当時、意思能力を書いていたことを理由に売買契約の無効を主張して B に対して500万円の返還を請求することになる。で、これが論証。一審無能力者が行った法律行為の効果について明文の規定は存在しないが、これマークしましょう。意思の合致を前提とする私的自主の原則から意思能力を欠く者の法律行為は無効と解すべきである。こんな感じに論点を書いてあって、う当てはめ、従って A は売買契約の無効を主張することにより B に500万円の返還を請求することができる。まあ、こんな感じになるわけです。よろしいでしょうか。で、これはまあ基本的な論点で書きやすいと思うので、あっさり書いてください。で、憲法でもお話した通り、論文はこの論点、長く書くときと短く書くときがあります。それは問題文のね、他の問題、論点がたくさんあるかどうかによるんですけど、これはね、もっと短く書けますよね。ここなんか二重に書いてる部分ありますよね。だからもっとあっさりでいいんです、これ。で、法律上の原因に基づかないものであることが必要であるの後に、例えばね、意をいきなり入れてやって、で、意思能力を欠く者の法律行為は無効で、 A が受理弁識能力を欠いていたため無効ぐらいだったら3行ぐらい省略できますよね。だからこれぜひね、これもうちょっと短く書いていいんだってことは意識してください。で、ご自身で後でね、こう短く書けるんじゃないかって書き直しをしてみるとね、すごいいい勉強になります。ここね、合わせて短く書いてください。だって当たり前じゃないですか、意思無能力だから無効。そんな当たり前の論点をね、長々書かない。これ非常に重要です。よろしいでしょうか。じゃあこれで、問題1個解けたので、問題文に戻って、次はまた B に高買い側を800万円で購入したいという顧客が現れた場合に、 B の方から A に対して高買い側の返還を請求することができる。これ何の論点かというと、これがね、取り消しだったら取り消し権者しか取り消しできないですよね。だから A から B に売って A が取り消し権を持っていれば、 A から取り消しだっていうことはできるけど、 B から取り消しはできない。でも無効ってのは誰でもいつでも主張できるのが原則です。だから無効だから B は主張できるんじゃないのかという話。括弧にこれ B が無効主張できるかという論点。これは
どちらの結論もありえます。無効なんだから、まあ、錯誤無効はね、取り消し的無効だから別として、意思無能力無効は誰でもいつでも誰でも主張できるんだという見解もあります。一方でこの意思無能力無効というのは制限行為能力取り消しに極めて似てる。だから取り消し的無効と考えるべきだと考えると、 A しか無効主張ができないということになります。これどちらでも構いません。よろしいでしょうか。で4ページ、回答例見てください。でこれが括弧に講談についてです。で B が A の意思無能力を理由とする無効を主張することができれば、 B も A に対する不当利得として効絵画の返還を求めることができる。これはね、良くないですね。これ B も A に対して、ここ不当利得じゃないですね、直してください。所有権に基づく物件的返還請求権として直してください。物件的返還請求権として、所有権に基づく物件的返還請求として効絵画の返還を求めることができるに直してください。不当利得も別に主張すること自体は間違いじゃないけど、効絵画が戻ってくるとは限りません。なぜかというと、不当利得返還請求や利得の返還だから、効絵画が1000万円で売れるなら1000万円が返ってくる可能性もあります。だから効絵画そのものだったら物件的返還請求権、そういうことになります。で、なんでこれ所有権に基づく物件的返還請求できるかというと、無効だから所有権移転してないんですよ。となると返還請求できますよね、当然ということです。じゃあ無効の主張権者、この答案で取り消し的無効で押してます。確かに無効という効果は原則として全ての人が主張できるものであり、しかしこれマークしましょう。意思無能力の法律行為が無効とされる根拠は私的自治の原則に求められるから、意思無能力者の側にだけ無効主張できるとすれば私益保護として十分である。旅行に取り消し的無効と書いておいてください。そこで意思無能力を理由とする無効は、意思無能力者側のみが主張でき、相手方は主張できないと解する。したがって B の方から A に対して効絵画の返還を請求することはできないということになります。で結論は、この取り消し的無効だって、この答案例の結論でもいいし、これ原則として全ての人が主張できるから、原則通り B も主張できるんだって結論でも構いません。どちらでも結構です。よろしいでしょうか。ではね、今の論点知らなかった人っていらっしゃいますか。ひょっとしたらいるかもしれない。聞いたことある人もいるかもしれないし、知らなかった人がいるかもしれない。じゃあこれ知らなかったら書けないのかっていうお話をしましょう。正直言うと、この論点を論証として用意している受験生はほとんどいません。どう考えるか、これね、論証集の19ページ見てください。論証集19ページの論点4、錯誤無効の主張権者、これをご覧ください。問題提起、表意者に錯誤がある場合、その相手方および第三者が意思表示の無効を主張することができるか。これは知ってますよね。これ知らないとまずい方なんで、こっちは覚えてなかったらいいですよ。今日覚えてね、これ大事ですよ。錯誤無効の主張は誰ができるか。でこれ見ていきましょう。そもそも95条は表意者を保護するための規定であるから、その保護を受けるかどうかは表意者の意思に任せるべきである。したがって錯誤無効を主張し得るのは、原則的に表意者に限られ相手方を第三者は意思表示の無効を主張することができない。で例外として債権者代権を行使する場合は例外だっていうことですよね。でこれは知ってる人多いと思うんです。でさっきの意思無能力無効もこれと似てますよね。だから
この論証を応用して書くということです。似てる場面の論証を応用して書く。そうじゃないと覚える量って限りがありますから。で、実際法律家もそういう頭の働かせ方します。似た判例を応用する、そういうふうに考えていってください。よろしいでしょうか。じゃあどんどんいきましょう。次、問題括弧に A が B に500万円の返還を請求する前に A の責めに帰すことができない事由によって後悔が滅失していた場合に A の B に対する返還請求が認められるか。B から予想される判例を考慮しつつ論ぜよということです。これどういうことかというと、2番はこういう事例ですよね。 A が B に500万円の返還請求権、 B が A に絵画の返還請求権を持っていた。で、この絵画が A の責めに帰することができない事由により滅失したってわけです。その絵画が燃えたのは A が無価値だった。この場合に絵画返還請求権は履行不能で当然消滅します。500万円が残るかどうか危険負担みたいな話になってくるわけですね。ただこれ危険負担そのものではありません。なぜか536条を見てください。現行民法のね、536条ね。前条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰すことができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を有しない。で、534条は、特定物に関する物件の設定または移転を総務契約の目的。あくまで危険負担というのは総務契約を対象としたものです。今回総務契約じゃなくて、お互い向こうの契約で物を渡し合った関係。だからこれは総務契約ではないから536条1項を累推適用できないかという話です。確かに総務契約ではないんだけど、お互い無効な売買契約で物を渡し合った、それの巻き戻し的関係ですから、これは危険負担の規定を累推適用できるのではないかという考え方は当然出てきます。で、これね、危険負担の規定を累推適用するっていうのはよく聞くと思います。例えば、売買契約で お互い物を渡したんだけど取り消した場合戻しますよね。その戻す関係も、危険負担が適用される。これ聞いたことあると思います。そして気をつけてください。累推の場合は普通534条の方は使いません。なぜかというと危険負担の原則規定は536条だから。原則が債務者主義、536条。両方消える方、片方消えたらもう片方消える。で、534条は例外だから、534条類推というのはほとんどありません。まず536条。いいでしょうか。じゃあちょっとこれも回答例で見ていきましょう。4ページ目の、下側ですね。2の括弧に。A は B に対して後悔がの返還義務を負っていたが、後悔がは A の攻めに帰することができない事由によって滅失したため、無効事由について善意の A には現存利益がなく、 A は B に返還義務を負わない。丁寧ですね。
現存利益だから。そこで B は A の返還義務は履行不能であるところを、536条1項の類推適用により事故の500万円の支払い債務を消滅するため A の返還請求は認められないと反論することが考えられる。でちょっとポイント、コメントです。でこの答案はこれ、不当利得で書いてます。まあ、不当利得でも構わないし、所有権に基づく返還請求でもここは構いません。どっちでもいいです。どちらにせよ履行不能です。でこれマークしましょう。536条1項の類推適用、これもいいですよね。あの主張反論形式で書いてます、物件的返還請求権 あるいは703で返せと言ったら履行不能だ、でも危険負担だって考えていくわけですね。で括弧に見ましょう、不当利得関係は本来の法律関係と別個の法律問題であるが、これマークしましょう。表現的法律関係が総務契約であるときは実質的な対価関係に立つ現状回復義務は相互に対立していると見ることができる。ここマークしておいてください。で表現的法律関係って何かというと今回の売買契約です。本当は成立してないけど外から見ると売買が成立しているように見えますよね。表現的法律関係、売買が総務契約であるときは実質的には対価関係に立つ現状回復義務が相互に対立、そこで表現的法律関係が総務、5ページ目いきましょう。契約であったことを不当利得にも変換させ危険負担の理由を類推適用する。で括弧3、本件で表現的法律関係は売買契約であるから536条1項類推適用し、 A の債務の消滅に伴い B の債務も消滅。536条1項は債務者主義だから片方消えればもう片方も消えるということですね。したがって A の請求は認められないということになります。ですね、今のところもよく出る論証なのでぜひ覚えておいてくださいね。契約の巻き戻しに危険負担を類推適用するという話、これも非常によく出ます。論証集でいうとですね、あれないのかな論証書、そうこれね、あの無効取り消しの方に入ってるんですよ。危険負担じゃなくて40ページ見てください。論証書40ページの論点1、総務契約の無効取り消しと切子の目的物の名詞。この論点知らなかった人とか覚えてない人はこの論証を使ってね、ぜひマスターしておいてください。でこの講義で知らない論点とか論証が出てきた場合は復習の際に、ね、絶対マスターしてくださいね。これもう復習ので出てきた機会にマスターしていけばこれ相当数の論証を覚えられますので、ぜひやってください。これも知らないなっていう人はこれ覚える、40ページの論点1、いいでしょうか。じゃあ2ページ目の最後の問題、第1問の2番いきましょう。 AB 間の売買契約が履行された後、 A を被後見人とし、 C を後見人とする後見開始の審判がなされた。 AB 間の後悔がの売買契約に関する C による取り消し、無効の主張、追認の可否について論ぜよ。これ何言ってるかというと、成年被後見人になったら成年被後見人になった後の契約は当然取り消せますよね。でもこの契約って後見になる前ですよね。前の契約も取り消せるんですかという話です。でも確かに後見になる前だけど、なる前から意思無能力ではあったんですよ。そういう話ね。これこっちが2か、さっき括弧2ですね、これ失礼しました。2、これは後見になる前、なる前だが意思無能力の契約を後見人が
取り消すことができるかという話です。話です。はい、これどうでしょうか。で、これポイントは後見人って、後見人自身の取り消し権がありますよね、まず。で、制限行為能力者自身も取り消し権がありますね。だから2つあるんですよ。後見人自身の取り消し権と制限行為能力者の取り消し権を代わりに使う。この2つがあることがポイントです。で、これ後見人自身の取り消し権、これさすがに後見の前の話だからこれはできません。でも被後見人が持っている無効主張の権利はどうでしょうか。だってこの契約って元から無効なんですよ。ところが契約当時から被後見人は無効主張ができたはずです。無効主張、後見人が できるかという話です。で、ちょっと難しいのは被後見人取り消し権じゃないですよ。今回は意思無能力の状態でしたから無効主張です。こっちはできそうだっていう話です。じゃ、これを踏まえた上で回答例を見ていきましょう。5ページ目ですね。正門に取り消しの主張。後見人は非後見人の法律行為を取り消すことができる。しかし本件で AB 間の売買契約は後見開始の審判がされる前に履行されている。したがって C は AB 間の売買契約を取り消すことができる。これは当然です。C さんが後見人につく前の行為は C が取り消せない。でも2、無効の主張。B の、あ、失礼しました。A の無効主張を C が代わりに主張できないかという話。これはできます。これいいですか？契約当初から A は無効主張できたんですよ。それを後から C が代理人のような形で使うだけだから、これはできる。見ていきましょう。で、AB 間の売買契約は A が契約当時意思無能力であったため無効である。これをマークしましょう。まず前提としてこれ無効なんです。で、 AB 間の売買契約は後見開始の審判がされる前に履行されているが、次が大事。後見人は財産に関する法律行為について被後見人を代表する代理のようなものです。包括的に代理しているようなものです。これ859条1項、これマークしておいて引きましょう。859条1項です。859条1項、後見人は被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表するということは、被後見人が持っている無効主張の権利を使えるということです。したがって C は AB 間の売買契約を無効を主張することができるということになります。じゃあ次、3、追認の可否。これもいきなり言っちゃいましょう。これね、無効な行為は追認できないですよね。でも無効な行為には追認できないけど、取り消すことができる行為は追認できる。これ大丈夫ですよね、まず。そこからスタートなんですよ。で、今回無効です。でも今回の無効って制限行為能力の取り消しと似てますよね。なら同じように扱っていいんじゃないかという問題意識がある、そういう話です。
見ていきましょう。無効な行為は追認してもその効力を生じない。でこれで結論終わりでも構いません、答案としては。ただ短くなっちゃうのでもう少し余裕があればいろいろ書いてくる。しかし制限行為能力制度の下では後見人は非後見人が行った取り消しうる法律行為の追認をすることができるところを、これをマークしましょう。自利弁識能力を欠く者の法律行為が後見開始の審判がされる前になされたか否かという偶然の事情によって結論に差が生じるのは不当である。だから取り消しか無効かっていうのはそんなに大きな違いじゃないのに、取り消しだったら追認できる、無効だったら追認できない、これはおかしいんじゃないのか。でもっと言うと、成年非後見人がついた時無効な行為でもこれ有利だなと思ったら追認したいじゃないですか。なのでそのようなニーズにどう対応するか。で法解釈括弧2、ここで122条本文が保護者による追認を認めているのは、法律行為が取り消し可能である場合、その法律行為がいつ無効になるか分からず法律関係が不安定になることからマークしましょう。法律関係を早期に確定させ取引社会の安全を保護するため、これは相手方の保護の観点から言っています。追認というのは相手方保護のためなんだよ。そしてかかる趣旨は意思無能力を理由に法律行為が無効となる場合にも当てはまる。前述の通り無効の主張は意思無能力者側にのみ認められているからである。まあそりゃそうですね。で従って後見人である C は AB 間の売買契約を追認できる、そういう結論になります。結論はどちらでも構いません。追認できるでもできないでも構わないんですけど、まあ、ロジックを立てて書いていく、そういう問題になります。よろしいでしょうか。1問目から難しいなって感じた方もいらっしゃると思います。でね、これ今できなくていいんですよ。大事なのはこの事例に触れて法的構成をしていくって訓練するんです。でこういった法的構成もある、法的構成もあるんだと考えていくことが本当にね、民法の事例処理の能力をつけますので、ちょっと後半も頑張っていきましょう。それでは10分間休憩いたします。お疲れ様でした。はい、それでは後半始めていきましょう。で第2問をまあさらっと見るだけにします。ちょっと問題文だけ見ましょう。地主 X は不動産会社 A からの提案で賃貸マンションを建築し賃貸事業を行うこととした。 A の示した事業計画書によれば、賃貸事業の採算を上げるために建築基準法に違反する建物を建築すること、建築基準法の関係で確認図面と実施図面の2つの設計図を作成して、当初は確認図面にのっとって工事を行うが、建築基準法所定の手続きが済み次第実施図面に従った工事を施工することになっていた。 X はこれに同意し、A の同席のもと Y も工務店にこれらの事情を説明したところ、 Y は全てを了承したので XY 間で1億円でマンションの建築工事を受け負う旨の契約が成立した。ところが本件工事の実質に本件工事が違法建築であることが発覚したために、 Y は是正工事等の追加工事を実施せざるを得なくなった。 Y は予定より少し遅れたが建物を完成させた。で Y は本件工事の着手の際に工事代金の半額を受け取ったのみであるが、追加工事のために当初の予定を超える相当額の出費を要した。建物の引き渡しは未了である。 Y は X に対していかなる請求をすることができるか、想定される X の反論に言及しつつ Y の立場からの主張を検討しなさい、そういうことになります。でこれなんですけど、事例は分かりますよね。XY 間で1億円の工事のマンションの建築契約が結ばれました。1億円の建築契約。で、Y は予定より少し遅れたが建物を完成させて半額しか受け取ってないので、5000万円はまあ請求できるだろうと。で、プラスして追加工事分の請求もできるかという話。という話になります。
で、これよくある話なんですけど、請負契約では要するに1億円の工事をしました。でも追加工事分が発生しました。これが Y が X に請求できるかという話です。これね、私も何度も事件でやったことあります。すごく揉めます。要するに当初1億円の範囲で契約したのか、1億の追加工事分の含む趣旨で契約したのかもよくわからないし、追加工事分しますよって X が同意したのかもよくわからないし、そういったのよくあります。あとこれソフトウェア開発、皆さんアプリとかね使うかもしれないけど、あの開発でもよくあります。変わるじゃないですか、工事とか開発って途中でねやってることが。その分は請求できるのかという話です。で、これなんですけど、まずね、いろんな論点がありまして、一つ目は、これ X はね、この建築基準法違反の建築をすることに X は一応同意してたんですよね。まずこれが公序良俗違反で無効化という話があります。でもこれはちっちゃい論点でそんな大展開しなくてよい。工事自体が有効だ。じゃあ次、この5000万円請求、失礼しました。追加工事分。これ X の了承があったかが問題になります。で、なければ通常は請求できないということになります。で、さらにあと建物が Y のものにあるので、これの留置権という話が出てきます。だから各順番としては90条違反かっていうのを1つ書いて、 X の了承があったかっていうのを書いて、留置権を3で書けばいい、こういうことになってきます。よろしいでしょうか。じゃあこれを踏まえた上で回答例を見ていきましょう。8ページ目。第1です。Y は X に対して請負契約に基づく報酬支払い請求として、本件マンションの建築請負代金の残代金の5000万円の支払い、当初の契約内容の改定として追加工事実施についての追認及び追加工事の代金の支払いを請求することが考えられる。で、第2残代金の支払い請求についてで、まずこれ契約自体が公序良俗違反じゃないかってとこです。で、ここは省略しますのでざっと見ておいてください。ただ、こんなに長々書く必要もありません。もっとコンパクトにできるならコンパクトにしていい部分です。で、大事なところ、8ページ下から2行目、第3、追加工事の実施についての追認とその代金の請求。まあ、相手方が追加工事に了承してたのを追認と、この答案例では評価して、表現しています。それでも結構です。で、ここが大事なんで見ていきましょう。1、Y としては X に対して本件建物の違法状態を是正するための追加工事の実施を追認することおよびこの追加工事の代金請求を X に主張することが考えられる。で、X の反論としてはこれをマークしましょう。追加工事は本件工事の契約内容ではなく、また別途の契約もしてない。当然この反論が考えられます。で、これは論点というよりは普通に契約の成立の問題。契約がどこまでの範囲で成立してるか。じゃあ追加工事はその範囲じゃないとして後から追認したのか。単純にそういう問題です。で、2、仮に追加工事の追認が認められたとしても、この工事が公序良俗に反し無効な本件工事を前提とする以上、追加工事の追認も公序良俗に反し無効であるというものが考えられる。まあ、にはあんまり気にしなくていいです。3、Y の追加工事につき X の追認があれば、 Y や X に追加工事の代金支払い請求が可能であるが、追認があったことが認められる事情は本件では存在しない。特に追認とも書いてない。
また Y は X と報酬1億円で本件工事の請負契約を締結しており、契約上この金額で建物を完成させることが予定されている。そうだとすると Y は X に対して追加工事の実施の追認とその代金の請求を主張することはできないことになりそうである。そうなんです。ただね、次見てください。しかしこれでは本件建物を法に適合するためからマークしましょう。追加工事をしたにもかかわらず対価を得られない Y に告となる。また X が取締法規違反の建物の建築を提案しておきながら法に適合する建物にするために行われた追加工事の追認をしないことは法を無視する態度が著しく私的自治の原則を逸脱し権利を乱用するものという。これ何を言ってるかというと、X 側から建築基準法違反の建物を建ててと提案をした。で、Y 側がそれじゃまずいから直した。そうすると X がこれ絶対追認しなきゃいけないんじゃないかという話です。したがって1の反論は認められず、 Y の X に対する追加工事実施の追認の請求を X は拒否できないということになります。ただここね、一つの結論で別の結論でも構いませんよ。当初の工事の範囲外だから払わなくてよいっていう結論でも構いません。これはどちらでもいいです。で4、また仮に X が述べたように本件契約が公序良俗に反し無効であるとしても、まれに追加工事は本件契約に基づいて建設された本件建物の違法を是正するために行われたものであり、本件契約による工事の一環と見ることはできない、公序良俗には反しないということになります。じゃあ次ね、第4留置権について見ましょう。1X としては本件契約が有効であるとしても本件建物は完成したので残代金の支払いと引き換えに本件建物の引き渡しを請求することが考えられる。これに対して Y は本件建物に関しては残代金の支払い請求権と追加費用の代金が発生しているので、これをマークしましょう。留置権に基づき代金の弁済を受けるまでは本件建物を引き渡しを拒むことができるので X の主張は認められないと主張することになる。お金払うまで本件建物は引き渡さないという留置権、これ主張することを考えられますよね。留置権って結構よく出てくるので、ぜひ押さえておいてください。で、さらにここでは同時履行の抗弁権、これも主張することができます。同時履行の抗弁権ね、一応書いておきましょう。同時履行の抗弁権、なので同時履行の抗弁権も一言書いておいていいでしょう。よろしいでしょうか。ただね、この問題はそんなに重要度高くない問題ですので、ざっと回答例を見てふーんと理解しておけば十分です。そんなに重要じゃないです。第1問の方が重要です。じゃあ次第3問ね、ランク言っときましょうか。第1問が B プラスね。で、今の、第2問はこれ C ですね。で、第3問が Bで、これもあんまりそこまでじゃないのでさらっと問題文見ていきましょう。 A は親の同意を得ないで B からバイクを購入した。その際 A は B に対し自分が未成年者であることを必死成年者であるかのような素振りを見せていた。 B は A の要望等から A が高校生であるとは思っていたものの、代金を支払ってもらえるなら構わないと考え A の代金支払いと引き換えに当該バイクを A に引き渡した。積極的な詐術はなかったけど、まあ相手を誤信させてるんじゃないかという話ですよね。これ民法何条かというと、21条ね。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときはその行為を取り消すことができない。で、今回まず問題になるのは詐術を用いているかという話が一つ。用いてないとしても他のね、目次のね、行動で詐術に当たるかという論点。書いておきましょうか。第3問は、詐術、未成年者の詐術
あと他の言動と相まった場合、さらに今回は相手が騙されてないんですよね。相手が実際に騙されていたら詐実とは言えるけど、騙されてないから、これ取り消し認めてもいいんじゃないかという話があります。相手方が錯誤に陥ってないんです。この特殊事情もあります。こういうところがポイントになってきますね。で、さらに問題文続きですけど、A はしばらくこのバイクを乗り回していたが、事故を起こし使用不能状態にしてしまった。で、契約締結から4年後に A は未成年を理由に契約を取り消したが、取り消しからさらに5年経って B に代金の返還を請求した。A のかかる追及は認められるか。取り消しはいいとして、バイクの返還できないのに取り消してお金を請求できるかって問題が当然出てきますよね。で、そこは、結局これですよ。まずね、あと取り消し権の時効ね。取り消し権の時効。の時効と、あと不当利得返還請求権の時効。あと、バイク壊れてお金だけ返せって言えるのかという話もありますが、これ121条正し書きで処理する。この辺りを理解すればさらっと書けます。で、それほど重要な問題でもないので、ちょっとこの問題はね、これぐらいポイントを踏まえて、あと解答例見ておけば分かると思うので、第3問の解説はこのぐらいにしておきます。よろしいでしょうか。で、制限行為能力者による詐術っていうのはね、論証集の4ページ目の論点6に書いてます。ので、これはまあ、分からない人はぜひ見ておいてください。4ページ目の論点6ね。あとね、第1問でやるね、相手方からの無効主張の価値、すみません、2ページ目の論点3にありましたけど、別にこれ覚えなくていいです。論点3、2ページ目の論点3、これ錯誤の向こうのね、応用なので、よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。14ページ第4問です。これ A ランクです。これは短い休止の問題なんですけど、基本的な問題なので絶対書けるようにしてください。これじゃあ見ていきましょう。第4問、A は代理人 C を通じて B から土地を購入したが、A は自己名義になるのを嫌って C 名義に移転登記をし、そのまま数年を得た。その後 C は D から借金し、その土地に抵当権を設定した。右借入金債務不履行のため、その土地は競売され、 E が計略した。 E は所有権を取得できるか。まあ、シンプルな事例問題ですね。どういうものかというと、A は代理人 C を通じて B から土地を購入した。で、自己名義にするのを嫌って C 名義に移転登記にしたっていうことですね。だから所有者は A ですよね。でも登記を C にしておいたっていう話です。で、その後数年が経過し、 C は D から借金をし、だ D が1000万とかお金貸して C の土地に抵当権を設定。で、右借入金債務不履行のため、その土地は競売され E が経絡したという話です。で、E は所有権を取得できるかという問題になります。
これなんですけど、結構難しい問題なんですよ。まずね、B さんあんまり関係ない。A が所有者なのに C 名義の登記にしておいた。でもこれ AC 間に契約があったという外形はありません。もしね、これがね、売買契約書を偽造して A から C に登記を移したんだったら、それは94条1項直接適用の話になるけど、今回は通謀虚偽表示がない。だからこれね、D さんの保護するためには、これ94条2項類推になります。だからまずこれは論点としては94条2項類推を書いて、D が所有権を取得できるかを書く。これが一つになります。で、D が所有権を取得したら、 D がね、抵当権をつけてるので、その計略で落とした E さんも所有権を取得できます。ただ次に論じなきゃいけないのが、これね、昔の問題なんで、 D さんが善意なのか悪意なのか一言も書いてません。ということはこれ場合分けが必要です。つまり D が善意で、E が悪意の場合と、D が悪意で、E が善意の場合、相対的構成とか絶対的構成ありましたね。これで場合分けして書いていく必要があります。善意善意と悪意悪意は結論当たり前なので、論じる必要ありません。だって D さんが善意で E さんが善意だったら、 E さん所有権取得するに決まってるし、悪意悪意だったら所有権取得できないに決まってる。だから善意悪意悪意善意だけ論じていくということになります。あ、失礼しました。 D が所有権取得じゃない、抵当権だね。ここを丁寧に直してください。抵当権者も第三者ですよ。94条2項の第三者です。で、94条2項が累推適用されると、 D さんは抵当権を取得する。だから D さんはこの土地を売れて、それは E が買うことができるということになります。で、契約って書いてますけど、契約も売買契約です。で、これちょっと変形パターンだけど、 A が C に通謀虚偽表示で所有権移して、 C が D に売って、 D が E に売ったパターンと同じように考えます。抵当権でもよろしいでしょうか。ということで、これさらっと回答例を見ていきましょう。1番からいきましょう。E が本件土地の所有権を取得するためには、 D の抵当権が有効であることが必要である。しかし本件土地の所有者は A であり、 C は無権利者であるから、 D の抵当権は無効である。そのため E は土地の所有権を取得できないのが原則である。こういうことになりますよね。で、もっとも D と E は登記が C 名義であったことから、 C が本件土地の所有者であると信頼して取引をしたと考えられ、登記に更信力は認められないもののかかる信頼は保護されるべきである。そこで D を保護すべきための法的構成が問題となる。 で、D を保護するための法的構成として、権利外観法令を定めた94条2項の適用が考えられるところ、本件では AC 間に通謀は認められないため、94条2項を直接適用することはできない。で、もっとも、で、94条2項の累推適用の書き方は絶対押さえてください。趣旨から書いてる。94条の2項の趣旨は、ここマークしてください。虚偽の外観を作出、これマークしてください。したものに、外観通りの責任を負わせ、ここもマーク。外観を信頼した第三者の取引の安全を保護する点にあるということになります。そこで、ここマークしましょう。虚偽の外観が存在。その嫡出について、本人の規制規制、これマークしましょう。虚偽な外観であることにつき、第三者が善意である場合には、同条項を累推適用することができる。この
94条2項の累推適用のための要件は94条2項の趣旨から導きます。で、94条の趣旨、虚偽の外観を作出した者に責任を負わせ、外観を信頼した第三者の取引安全保護。この趣旨から趣旨通りなんですけど、虚偽の外観の存在、本人の奇跡性、第三者の善意、この場合は累推適用です。で、善意の場合と善意無価値のパターンがあるんですけど、今回は善意だけでいい。なぜかというと、虚偽の外観通りのものを信頼しているから、ここに書いている通り、意思外形対応型ですよね。今回意思外形対応型だから善意で足ります。ここで第三者は善意であれば足り、無価値である必要はない。なぜなら条文上善意しか要求されていないじゃ、本人の奇跡性が大きいからである。で、また第三者と本人は対抗関係に立たず、まあこれ書かなくてもいいですけど、本人の奇跡性も大きいため、対抗要件としての登記も権利保護要件としての登記も不要である。いいでしょうか。で、ちょっとだけ解説しておきますね。また第三者と本人は対抗関係に立たずって意味わかりますか。これはさっきね、オリジナルレジモの方でちらっとやりましたけど、さっきこういう図書きましたよね。通貌虚偽表示で AY 無効なんだけど、この無効を前提として X は94条2項でダイレクトに消費権を取得するんだ。だから A と X は対抗関係じゃないんですよ。 A と X は前主後主の関係、当事者類似の関係ってことです。だから登記が不要なんです。 X さん判例の裏にはこのロジックが隠れてます。じゃあいいでしょうか。じゃあ16ページに戻りまして、括弧2番で通貌虚偽表示じゃなくて94条2項の類推は当てはめも重要です。丁寧に当てはめをしていきましょう。括弧2、本件では実態の伴わない C 名義の登記が存在するため、これいいですよね。実態の伴わない C 名義の登記が存在するってことは、 C が土地の所有者であるかのような虚偽の外観が存在する。これ別に難しいこと書いてません。でも丁寧に説明してくださいね。 C が所有者じゃないけど C 名義の登記があるっていうことは、外から見たら C の土地だと思う。嘘だけど、そういうことですよね。それをはっきり書いてやる。で、また A は本件土地の登記名義を自己名義にするのに何ら事実上法律上の支障がないにもかかわらず C 名義に移転登記してやる。マークしましょう。虚偽の外観作出について通貌とどうすべき程度の奇跡性、これありますよね。したがって D が本件土地が A の所有であることにつき、悪意でない限り D の抵当権は有効であるということになります。 D が善意だったら有効、 D が悪意だったら無効ということになります。で、ここは善意か悪意かはっきり書いてないので、場合分けしてこういうふうに論じます。悪意だったら無効だよ。じゃあ次ね、もう一人出てきたパターンでは、仮にD が悪意であった場合、 E は本件土地の所有権を取得することができないのか。簡単に言うと、 D が悪意で E が善意の場合どうなるのかってことです。 D が悪意、 E が悪意だったら当然取得できません、 E さんは。で、これは94条2項の第三者に転得者が含まれるかの問題でした。で、94条2項の趣旨は前述の通り権利外観法理に基づくところ、本人に責められるべき事情があり、虚偽の外形を真実のものとマークしました。マークしましょう。信頼した転得者を保護すべきであるという利益条件は本人と転得者の間でも同じである。で、括弧3、従って第三者に転得者も含まれるため、 E は D が悪意であっても自らが悪意でない限り土地の所有権を取得するということになります。じゃあ17ページいきましょう。では D が善意であれば E は悪意であっても保護されるかってことです。で、これは転得者も第三者に含まれることから、悪意である以上転得者は保護されないとも思える。これ D が善意、 E が悪意、これ D のもとで権利関係が確定されるって書いていくんでした。で、しかし土地を購入しようとする者は権利関係について調査をするのが通常であるため、転得者は悪意になりやすい。これ何を言ってるかというと、転得者、土地買う人は調べれば調べるほど悪意になるんですよ。で、そうすると善意の第三者の財産処分の自由が事実上大きく制約され、取引安全のために善意の第三者を保護した94条2項の趣旨が勃却される。これ何言ってるかというと、善意の第三者がいました。この人は土地の権利を取得できます。でも、もう一人悪意の人が買ったら土地の権利を取得できない。
で、大抵土地を買う人はちゃんと調査します。そうすると悪意の人ばっかりになってきます。悪意の人には善意の人土地売れないとすると、善意の第三者せっかく保護されたのに土地売れないことになってしまってかわいそうじゃないかということが書いてあります。で、そうであれば、マークしましょう。一度善意の第三者が現れた以上、転得者はたとえ悪意だっても権利を取得すると返すべきであるというところをマークしましょう。これを絶対的公正と言いました。で、5番。よって E は自らが本件土地の A の所有に属することについて善意である場合はもちろん、たとえ悪意であっても D が善意であれば土地の所有権を取得することができる、そういうことになってしまいます。よろしいでしょうか。で、ここなんですけど、よくある論証はどちらかというと権利関係の早期安定っていうのを押し出します。それでいいですよ。そっちで覚えてる人はここにね、561条おかしいって書いてますけど、561条を使ったり権利関係の早期安定のためでも全く構わないですよ。権利関係の、例えばね、早期安定のため、一度善意のものが出ると、善意者が出現すると、そのものは確定的に権利を取得すると解する。これでもいいですよ。だから絶対的公正を取るんだ、それでも結構です。権利関係の早期安定のため一度善意者が出現するとそのものは確定的に権利を取得する。だから善意者のもので、元で権利が確定し、悪意者はそれを普通に買っただけなので悪意のものも所有権を取得する。それでも結構ですよ。よろしいでしょうか。で、ここは通謀虚偽表示の、94条2項の類推の話でしたけど、これはね、論証集でいうとどこにあるかというと、まず15ページ目の論証集論点6、この94条2項類推適用です。これ絶対書けるようにしてください。論証集15ページの論点6ね。あと絶対的公正でやったのは、こちらの14ページの論点4ね、14ページの論点4と13ページの論点3か、この2つです、これもまた見ておいてください。いいでしょうか。この講義ね、問題数たくさんあるんで結構スピーディーにいきますけど、ぜひね、復習の際もね、論証を見たりしてください。じゃあ次行きましょう。18ページ第5問、これは A ランクです。結構骨のある問題です。A は B 所有名義で登記されている建物以下本件建物を U を B から賃借して引き渡しを受け、本件建物で店舗を営んでいる。 A は賃借にあたって B に敷金を支払い、賃料も B に遅滞なく支払ってきた。ところが本件建物は真実は B の配偶者である C の所有であり、 C が B に対し B の物情保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与し、登記に必要な書類を交付したところ B が C に無断で B 名義に所有権移転登記を経由した上 A に賃貸したものだった。なかなか事情が複雑ですね。まず皆さんこういう問題を解くときは事例を図に書いて整理してね、法的構成を分析していくわけですね。これ休止の問題ですけど、まさに今の予備試験でこんな感じの問題が出ます。いいですか。複雑そうに見える事例なんで一個一個解きほぐしていくんです。
これ本来は C の建物なんですよね。 C が所有権を持っている建物です。で B に対して抵当権設定する代理権を付与したんです。抵当権を設定する代理権を付与したところ B さんは何をしたかというと、この建物の所有権の登記をしたんですね。そして A に賃貸して引き渡したわけですよ。A さんから見るとこれ他人物賃貸借ですよ。さっきやりましたね、引き渡し受けても第三者に対抗できない、物件化しないってやりましたよね。結構あるんですよねこの事例で。他人物賃貸借だし、しかも C や B に抵当権設定する代理権を与えていたから、なんか表権代理とかも出てくるのかなとか、いろんなことが思い浮かびますよねこの問題。じゃあ問題の1番見ていきましょう。 A が本件建物を賃借してから1年後に A はその事実を知った C から本件建物の明け渡しを請求された。 A は C に対してどのような主張をすることが考えられるかという問題です。はい、1番、 C が A に明け渡しを請求したとき A の防御手段を考えてくださいという問題です。まずこれ1年しか経ってないから賃借権の実行取得は無理ですよね。他に何があります？表権代理どうですか？基本代理権設定、抵当権設定、これもダメですよ。なぜかというと、これ別に A さんはこの代理権信頼したわけでもないし、権名があったわけでもないから、表権代理もダメですよね。これ一個一個考えていってくださいね。だって別に A さんは C と契約したつもりになってるわけじゃないんですよ。 A さんは B の、あ、 C さんから代理権受けたから AC とちゃんと契約できるんだなと思ってるわけではない。 B と契約したつもりです A さんは。だからこれ表権代理の話ではないですよね。だからこれ時効もダメだし表権代理もダメ。表権代理の要件にも合わないし、あとね、表権代理なんでダメなんだって思う方、 A さん何信頼してますこれ。 B が C の代理人であると誤信してるわけじゃないですね。表権代理ってそうですよ。表権代理ってのは B がちゃんとした C の代理人なんだと信じていた場合の話です。今回そうじゃなくて A さんは B が所有者だと誤信してたんですよね、登記があるから。だから表権代理の話ではないということは、 A は B が所有者だと誤信していた。これ虚偽の外観を信じて契約をしたということで、94条2項類推しかないんじゃないかっていう話になってきます。別に BC 間では、虚偽の外観をやる契約なんかないです。通謀虚偽表示はないです。あくまで BC 間では抵当権を設定する代理権を与える契約はありましたけど、別に B 名義に所有権を移そう、そういう契約はないので、あくまで類推になります。そして C の奇跡性、これ結構大きいです。だって抵当権設定代理権与えておいて、後で登記確認してないってことですよ。 C さん登記確認して文句言えますよね、 B さん名義の登記になってたら。結構奇跡性が大きいので、94条2項類推適用できるんじゃないかという話になってきます。いいでしょうか。じゃあこの証文1だけ回答例を見ていきましょう。20ページ、第1証文1についてです。
1、本件で B は権限がないのに A に対して本件建物を賃貸しており、他人物賃貸借にあたる。で、これいいですよね。他人物賃貸借は債権的には有効でも物件的には無効であるから、C の追認がない本件では A は C の建物の明け渡し請求を拒めないのが原則である。これ非常にいい論述です。このように書いていきます。で、ちなみにね、引き渡しを受けても物件化しないのは、物件的には無効であるからだって言ってもいいですよ。これ他人物賃貸借ですからね。いいでしょうか。もっとも A は B 名義の登記という外観を信頼して建物を賃借しているにもかかわらず常に上記原則を貫くことは取引の安全を害する。そこで A は94条2項または同条項の類推適用により保護されると主張することが考えられる。で、2で一応ね、94条2項を言う場合にはこのように94条2項を直接適用することはできないと一言入れておいた方が論述の流れが良くなります。この点本件ではこれマークしましょう。 AB 間に通貌はないので94条2項を直接適用することはできない、できません。あ、でこの点大丈夫ですかね。入門講座とかで聞いてると思いますけど、94条2項ってのは94条1項の通貌虚偽表示を前提としてます。で、ちょっと94条1項見てください。94条1項は相手方と通じた接した虚偽の意思表示は無効とする。だから通貌を通じてする、意思を通じていることと意思表示があることが前提です。意思表示の代表例は契約の申し込みと承諾。だから通貌して契約をした、嘘の契約をした、そういうパターンが94条1項2項の話になります。よくあるのがA から B に本当は登記を移すつもりがないのに税金対策とか差し押さえを免れる目的で売買契約書を作って登記を移転した。これ売買契約って虚偽の通貌意思表示がありますから、これは94条1項2項の話です。一方実印とかを持ち出して勝手に登記を移転した、これは意思表示がないので94条2項類推の方になります。そこら辺はね、ぜひ確認しておいてください。じゃあ次行きましょう。これさっきやりましたね。しかし同条項が、権利外観法理の現れであることから、これマークしましょう。同条項が権利外観法理の現れ、虚偽の外観の存在、真の権利者の既成規制、外観への正当な信頼がある場合にはマークしましょう。94条2項の適用場面と同様の利益状況にあると言えるから同条項を類推適用して第三者は保護すべきであると解する。これも94条2項の趣旨から、要件を導いています。で、ここでね、さっきの問題より短いですよね、これ論証が。で、これぐらいでもいいんですよ、これぐらいでもいいんですけど、ここで感じ取っていただきたいのはさっきの第4問って問題短いですね。だからいっぱい書けたんですよ。だからさっきの第4問の回答例はいっぱい書けたから、こういうふうにぐちゃぐちゃ論証をいっぱい書けた。でも第5問はいろいろ書くことがあるから論証がコンパクトになってる。このように問題文の長さとか時間とかを見て論証をコンパクトに書けるようにもしておいてください。いいでしょうか。で、今回意思外形非対応型なんで110条の類推適用も必要です。もっとも外形が真の権利者の意思を逸脱している場合は通貌虚偽表示と同等の既成規制を要求するのは困難。これマークしましょう。外形が真の権利者の意思を逸脱している場合は通貌虚偽表示と同等の既成規制を要求するのは困難であるからマークしましょう。110条類推適用、規制要求される既成規制を緩和し善意無過失を要すべきである、そういうことになります。じゃあ次3行きましょう。本件では B の登記が存在し虚偽の外観の存在は認められる、マークしましょう。で、ここも当てはめもさっきよりシンプルですよね。これ書く量が多いからコンパクトに論じてる。さっきは B の登記が存在し、本来の所有者は A なのに B の所有であると誤信されたとか書いてきますよね。またこれマークしましょう。A は B 名義の建物を賃借しており、この建物が A 名義であることを知らなかったので、善意無過失とはいえ外観の正当な信頼も認められる。そして B に登記があることを C は知らなかったため、C に通貌虚偽表示と同程度の既成規制まで認めることはできないものの、マークしましょう。
書類等を乱用するような B に代理権を与えてしまっている点で C に一定の規制規制を認めることができる。で、ここちょっとこれだけだと足りないです。C に書類等を乱用するような B に代理権を与えてしまっている点と、これ後から登記確認してないですね、この人。点および、これ付け足しておいてください。登記を、事後的に登記を確認しなかった。および事後的に登記を確認しなかった点で C に一定の規制規制を認めることができる。よって94条2項110条の累推適用により A は C からの明け渡し請求を拒むことができるということになります。よろしいでしょうか。では第5問の問題に戻って次にですね A は本件建物が B の所有でないことを知った後、C に対して B との賃貸借契約が当初から有効であることを認めてほしいと申し入れたものの、C はこれを拒絶した。その後 C が死亡し、 B が C を単独相続したところ、B は A が本件建物を賃借してから1年後に A に対し本件建物の明け渡しを請求した。括弧1、A は B に対し B が C を単独相続したことを理由に本件建物の明け渡しを拒絶することができるかという問題です。 この論点何でしょう？これね、無権代理と相続という論点は知ってると思います。その無権代理と相続の応用論点として、他人物売買と相続というのがあります。で、それのさらに応用として今度は他人物の賃貸借になったんです、これ。だから他人物売買と相続の応用です、これ。で、これどういう、ことになってるかと言いますと、C が所有権を持っている建物を B が A に勝手に貸したんですね、賃貸借。で、A さんが C に対して最初から貸してたことにしてほしいっていうと、C さんが追認を拒絶したんですね、これ。ありましたよね、他人物売買、失礼しました、無権代理と相続で追認拒絶したパターン、あれですよ。追認拒絶をしてから C が死亡し、 B が単独相続をした、この事案ですね。だからこれね、追認拒絶権行使してない間、本人が死亡し、勝手に売った B が本人を相続した、この場合は B は責任を取って、当然にね、 C と B の地位が融合して賃貸借有効とすべきだ。でも追認拒絶してしまってるから、もう絶対これは有効にならないんだ、そういう考え方でしたよね、無権代理の場合も。これ覚えてますか？ちょっと覚えてない方もいるんで、一応論証を見ておきましょうか。無権代理のパターンですけど、35ページの、論点1というところをご覧ください。
論点1、無権代理人が本人を相続した場合です。問題提起。無権代理人が本人を相続した場合に、無権代理人が本人としての追認拒絶権を行使して追認を拒絶することができるかという問題です。論証。で、これポイントは本人は悪くない、無権代理人は悪いですよ。で、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人本人の資格と、無権代理人の資格は共に帰属することになるが、両資格は融合し、本人が自ら法律行為をしたのと同様に扱うべきとも思える。で、判例の結論これなんで、これで構いません。本人が、亡くなって無権代理人が相続すると、当然ね、契約が有効になる、代理が有効になる。判例はそれですので、それで構いません。ただし、これね、ここのね、下見てください。生前に本人が追認拒絶した場合、その時点で本人への降格不帰属が確定するので、その場合は有効にはなりません。そういうことになります。いいでしょうか。じゃあそれを踏まえた上で20ページの回答例見ていきましょう。第2、証文2の1について、横に書いてる通り、右横に書いてる通り、無権代理人が本人を相続した場合についての考え方が参考になるということです。で、1番、 A は B に対して建物の明け渡し請求の拒絶をすることができるか。で、2の括弧1、まず本件では C が死亡しており、 B が C を相続することにより B の地位にいかなる影響を与えるか。で、括弧2、この点、本人と他人物賃貸人の地位が相続により一体となった以上、追認があったのと同様の効果が生じるとも考えられる。で、判例に近い考え方これですので、ここで止めても構いません。私はここで止めます。判例通りで。で、判例に反対する説はしかし以下でぐたぐた書いていっても構いません。で、ここの判例で追認があったのと同様の効果が生じるとも考えられる。で、止めて、で、21ページの3の括弧1にいきなり行ってもいいと思います。しかし本件では C が死亡する前に他人物賃貸借の追認を拒絶しているが、この事情がいかなる影響を及ぼすか。この論点ですね。これマークしましょう。本人が追認を拒絶すれば、他人物賃貸借の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶は本人であっても、追認によって当該他人物賃貸借を有効とすることはできない以上、追認拒絶後に他人物賃貸人が本人を相続したとしても、追認拒絶の効果はそのままであると解すべきである。ここが重要です。追認拒絶をすれば、効力が本人に及ばないことが確定します。だから追認拒絶の効果は相続が起こってもそのままになります。では、括弧3、したがって本件では B は他人物賃貸借の追認を拒絶することができ、 A に対して建物の明け渡し請求をすることができる。で、これね、 B は他人物賃貸借の追認を拒絶することができてるのは、ちょっとここ論理矛盾してますね。だってここで追認拒絶本人がしちゃってるから、むしろ本件では、次消してください。B は他人物賃貸借の追認を拒絶っていうところを消して、本件では B はにしましょう。他人物、B は C の追認拒絶の効果が有効であることを主張し、にしましょう。B は C の追認拒絶の効果が有効であることを主張し、だから、したがって本件では B は C の追認拒絶の効果が有効であることを主張しに直しましょう。 A に対して建物の明け渡し請求をすることができる。これに直しましょう。で、4番ね。よって本件では A は B が C を単独相続したことを理由に、建物の明け渡しを拒絶することができないということになります。じゃあ次、括弧2の問題です。仮に括弧1の理由で明け渡しを拒絶することができない A が追い出されてしまうとすれば、 A や B に対しどのような主張をすることができるか。
特に敷金の返還を受けるまで本件建物の明け渡しを拒絶すると主張することができるか。これですよね。借りていた A さんが追い出されるとして敷金があるから、敷金を B が A に返すまでは建物を渡さないぞとの留置権の主張、あるいは同時履行の公弁権の主張ができるかという話になってきます。で、これは典型論点なので絶対にできるようにしてください。明け渡し事実ですよね。判例は明け渡して初めて敷金返還請求権がそもそも発生する。では、回答例を見ていきましょう。21ページ第3証文に括弧2についてです。で、あとね、そう忘れてはいけない、この他人物賃貸借に基づく損害賠償請求権、これもありますよ。まず A としては他人物賃貸借に基づく損害賠償請求、これも忘れないでください。これをすることが考えられる。561条559条マークして条文引きましょう。561条引いてください。前条の場合において、前条は他人物売買ね、売り主がその売却した権利を取得して買い主に移転することができないときは、買い主は契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売り主に属しないことを知っていたときは損害賠償の請求をすることができない。ということは善意ならば損害賠償請求もできるという条文ですよね。で、これが559条で、この説の規定は売買以外の有償契約について準用する。賃貸借契約に準用されます。そういうことで、A は他人物賃貸借に基づく損害賠償請求ができます。で、この答案では丁寧で善意であることについても触れてます。この点 A は契約の時には B は正当な賃貸人であると信頼しているから悪意ではない。で、なおこの損害賠償額は信頼利益に限られる。利己利益じゃないですよね。したがって A は B に対して信頼利益についての損害賠償請求ができる。で、過去に次は A はこの損害賠償請求権を非担保債権として留置権を主張することが考えられる。これどうでしょうか。他人物賃貸借の損害賠償と留置権です。で、これはね、さすがにできない。これね、留置権の295条引いてください。295条1項、他人の物の占有者はその物に関して生じた債権、これを物と債権の牽連性と言いました。今回この牽連性の問題になります。を有するときはその債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる。ただしその債権が弁済期にないときはこの限りでない。じゃあ牽連性がないことを述べていきましょう。この点マークしましょう。A が明け渡しをする相手方は B が相続した本人C の地位であるので、建物と損害賠償請求権との牽連性は否定される。これ素朴に考えて、これ意味わかりますか。これね、すごく素朴に考えてください。こういうことです。はい、 C さんが生きている場合考えてください。 C さんが生きている場合は C が A に対して明け渡しを請求しますよね。で、 A が損害賠償請求するのは B ですよね。相手違いますよね。相手が違うと原則牽連性否定ですよね。本来 C が A に損害賠償請求する。あ、失礼しました。 C が A に明け渡しを請求する。 A が B に損害賠償請求、相手がこう違うから牽連性ないんですよ。で、それは相続が起こってもこの C さんの地位と B の地位が別だと考えると、それは牽連性は否定です。一方、地位は融合すると考えると牽連性は肯定される可能性もあるので、それはどちらでも結構です。難しくなっちゃった人ね、ここ整理しますよ。要するに明け渡しをするのは A、 C、 損害賠償をするのは A から B、 損賠って書きますけどね。で、本来これだと相手が違うから留置権を主張しても履行をね、損害賠償の履行を促進する関係にないから牽連性は本来認められません。
でも今回 C が死亡して相続が起こった。で、これね、地位が別と考えるなら、牽連性なしだし、地位が融合と考えるんだったら、牽連性ありとも考えられます。どちらでもこれ結構です。これ旧司法試験の問題なんで、若干こういうふうにね、難しい論点が出てくるんですよ。結論どっちでもいいけど、論理的にね、論述できればそれは結構です。よろしいでしょうか。じゃあ次ね、解答例の続きいきましょう。2の括弧1。また A は B に対して敷金返還請求権に基づく留置権を主張して建物の明け渡しを拒むことができるか、これ絶対書けるようにしてください。その前提として敷金の発生時期が問題となる。で、次マークしましょう。敷金の担保的機能を全うするためには、敷金は明け渡しまでに生じた一切の賃貸人の債権を担保すべきである。したがってこれもマーク。敷金返還請求権は建物の明け渡しによって初めて発生するものと開示する。で、括弧3。本件では A は未だ建物を明け渡しておらず、敷金は発生していない。したがってこの時点での留置権の主張も認められない。そういうことになってきます。よろしいでしょうか。で、旧司法試験の問題、なかなかややこしかったと思いますけど、予備試験もこんな感じです。だから基本論点の応用が必要なんですよ。で、例えばね、今回の司法試験の問題で言うと、第一の証問1は普通に、94条2項の類推適用の規範と当てはめができれば書けた。で、第二の証問2の括弧1は無権代理と相続、これ自体皆さん嫌だと思いますけど、無権代理の相続の論点が書ければその応用で書けた。で、ちょっと難しいのがさっきの留置権。でも他人物売買の損害賠償請求は条文通り。で、それで留置権が認められるかちょこっと考えれば分かる。で、敷金返還請求権と留置権はこれ典型論点。ということで、ほとんど典型論点で、その応用ができれば書けるんですよ。で、応用なかなかね、難しいかもしれないけど、これ事例でも慣れていくしかないので、頑張っていきましょう。あと、無権代理と相続の論証は論証集の35ページ以下に書いてますので、また確認してください。じゃあどんどんいきましょう。最後は第6問。これね、実は A ランクです。第6問。権利能力のない遮断です。権利能力ない遮断が A ランクというわけではないです。実はそれ以外の論点がたくさん入ってます。権利能力のない遮断 A がその財産である不動産を A の代表者の1人である B の所有名義で登記していたところ、B は私利を図る意図のもとにその不動産を第三者 C に売り渡し移転登記をした。で、この場合における AC 間の法律関係について、 B が A の代表者として売り渡した場合と、自己の名で売り渡した場合とに分けて論ぜよ。なお、A の代表者について共同代表の定めはないものとする。何言ってるかというと、これ図書いていくとね、権能なき遮断 A がありました。で、これ代表者の1人が B ですね。
で、代表っていうのは代理に非常によく似ていて、 B が代表権の行使としてやった行為は代理みたいに A に帰属するんですよね。それ重要ですよ。代理人 B がやった行為は A に帰属する。代表者 B がやった行為も A に帰属しますよね。だからこれ代理の応用として代表が出てくること、民法ではよくあります。で、代表者 B が 私利を図る目的で C に不動産を売った、売却で、B が A の代表者として売り渡した場合ってどういうことでしょうか。 B は A のために A の不動産を売り渡しますよっていうことは、これ券面があるってことですよ。私は B の代表者です。A の不動産をあなたに売りますと言って売ったパターン。これが券面ありで、ね。で、券面ありだと今回どういう事例ですか？私利を図る意図のもとに売り渡したということは、これは乱用ですよね。で、代理人だったら代理権の乱用。今回は代表だから代表権の乱用と言います。で、代表権の乱用も代理権の乱用と同様に93条ただし書き累推適用で考えていく。代理権の乱用覚えてますか？大丈夫ですか？で、考えていくということになります。一方、自己の名で売り渡した場合、これ券面ないパターンですよね。これは B が A の不動産を勝手に売り飛ばしただけだから他人物売買。券面なしは他人物売買です。で、今回はなんとこの不動産は登記は B 名義だったわけですよね。ということは C さんは B 名義の不動産を B から買ったから、 A が所有者ではなくて B が所有者だと信じていた。C は94条2項で保護されないかという話も出てきます。この辺りを論じていけばいいということです。あと当然、権能なき遮断自体、こういうのがいいのかとかね、そういう話も多少触れる必要があります。よろしいでしょうか。だからこの問題って権利能力なき遮断がエッセンスで入ってるだけで、ほとんど代理の論点の問題。そう考えてください。では、それを踏まえた上で回答例を見ていきましょう。24ページです。権利能力のなき遮断には法人格が認められないため、遮断自体に財産の帰属を認めることはできず、相互繕維の共同所有と解せざるを得ない。しかし、権利能力のない遮断は遮断の実態を有しているため、できる限り遮断法人に準じた扱いをすべきである。また、権能なき遮断においては、実質的経済的に言えば財産団体自体に帰属している。そこでこれマークしましょう。権利能力なき遮断の財産は遮断の構成に相有的に帰属。相有なんだと考えていきます。じゃあ、A の代表者として行動したかどうかで場合分けしてみていきましょう。第2、B が A の代表者として売り渡した場合。で、法人の代表者は法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。こういう条文があるから、法人は包括的な代理権を持っている。それを代表権と言います。
ところ、その権利能力ない社団も社団としての実態を有しているから、これをマークしましょう。その代表者も同様に包括的な代表権限を有する。したがって B が行った行為の効果は原則として A に帰属するということになります。今回は一般社団ではないので、一般社団法人法77条4項は直接適用されません。でも権利能力なき社団だから一般社団のように考えようということで、この条文を参照条文として挙げて、で社団としての実態を有しているから同じだから包括的な代表権限を有する、そういった持ってき方で構いません。で一般社団法人法77条が載ってるならちょっと見てください。代表理事は一般社団法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する、これを挙げてやるということです。いいでしょうか。あとですね、これね、会社法の条文でも構いません。実は349条4項でも構いません。代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。これでも構いません。会社法349条3項でも、349条4項か。4項でも構わない。どっちでもいいです。なぜどっちでもいいかというと、確かにね、権利能力なき社団って一般社団法人に近いので、こっちを挙げても構わないです。でも今法人の一般法ってどちらかというと会社法なので、会社法ベースにね、一般社団法人法も作られているので、こちら挙げても間違いではない。だからそれどちらでもいいです。ひょっとしたら会社法の方が挙げやすいかもしれない。じゃあ2の括弧1いきましょう。最も B は私利を図る意図のもとに不動産を C に売却している。で代理権の乱用、代表権の乱用は無権代理ではないんですよね。判例は少なくとも。で、いいですか。これ、不動産売却をする権限は代表者 B にあるわけですよ。だから B が不動産売却するのは別に代表権の範囲内。でも B の目的意図がおかしい。それを代表権の乱用と言いますよね。代理権の逸脱と乱用の区別大丈夫ですか。代理権、例えば抵当権を与えられる代理権を与えられてて、抵当権を設定したのなら代理権の逸脱はない、無権代理ではない。でも自分が儲けるためだったら代理権の乱用になるんですよね。代理権の代表権の内容通りのことをやってるけど、私利を図る意図があると、この代理表権の乱用と言います。でこの場合にも B の行った効果が A に帰属するのかが問題となる。で過去に、本件では B は私利を図る意図はあるものの、代表権の範囲内でかつ A の代表者として不動産を売り渡しているため、契約の効果は A に帰属するのが原則である。しかし相手方が代表者の意図を知り、または容易に知ることができる場合まで相手方を保護する必要はない。そこでここからマーク、代表権の乱用があった場合に本人の保護と相手方の保護との調和を図るべき、その法的構成が問題となる。で括弧3、心理療法は表意者が表示行為に対応する効果意思のないことを自覚しながら、その点について相手方と相談することなく意思表示を行うというところ、代表者は私利を図る目的があっても本人に代表行為の効果を帰属させようという意図を持って代表行為をしている。そのため93条正し書きを直接適用することはできない。しかしの次からマーク、代表権の乱用がある場合、私利を図る意図と、社団の利益を図る表示とか食い違っているという点では心理療法の場合に類似している。そこでこれマークです。代表者が自己または第三者の利益を図るため権限内の行為をしたときは、相手方が代表者の意図を知りまたは知ることができた場合に限り、93条正し書きを類推して代表者の行為の効果は本人効果帰属しないと開示する。でここ論証長すぎるので、ここだけ書ければいいですよ。ここだけ書ければ十分です。ここだけ書ければ、もちろん長く書きたいときはここ書いてもいいけど、今赤字マークのところだけでも論証としては十分です。
したがって C が B の意図につき悪意または有価数25ページ一定の場合には B の行為の効果 A に帰属しないため A は効果不帰属を主張して C に対し所有権に基づき所有権移転の時の抹消を求めることができるということになります。じゃあ次、第3、B が事故の名で売り渡した場合、他人物売買と94条2項類推を書けばいい。1、前述の通り不動産の所有権は A の構成に相有的に帰属する。そのため B が事故の名で不動産を売り渡すことは、マークしましょう。他人物売買であり、ここからマーク。登記に更新力がない以上、原則として C は不動産の所有権を取得しないということになります。最も C に売却された不動産は B の所有名義で登記されていたため C が B を不動産の所有者であることを信じることもやむを得ない。そこで C を保護するための法的構成が問題となる。で、2の括弧1、94条2項は通謀要件としているためこれマークしましょう。 AB の通謀がない本件に同条項を直接適用することはできないとなります。ちなみにこれA の相有的な不動産を B が登記している以上通報があるんじゃないかと思う方もいらっしゃるとは思います。でもこれそもそも意思表示はないので少なくともね、だから94条1項の問題にはなりません。しかし、マークしましょう。同条項の趣旨は不実の外観の作出について奇跡性のあるものの犠牲のもとに外観を信頼して取引関係に入った相手方を保護することにより取引の安全を図ることにある。もういいでしょう。94条2項の趣旨から解き起こしてそこでマークしましょう。不実の外観、外観作出についての権利主体の奇跡性、第三者の外観に対する信頼があれば94条2項類推適用することができ、権利者である A が第三者である C に B が無権利者であることを主張できない結果 C は不動産の所有権を取得する。じゃあカッコ3で、これはちょっと応用です。要するに権利能力なき遮断だから代表者名義の登記をするのは普通だということは、権利能力なき遮断はそれほど悪くない、だから第三者が保護されるためには無価質まで要求しましょうという論文論証がここでなされてます。で、これは現場思考で考えるところです。で、このように考えなくても正解です。で、最も本件では A は権利能力なき遮断であるところ、法人格が認められない個人名義で登記せざるを得ず、マークしましょう。A の不動産について B 名義の登記をしていたことについて A の奇跡者は小さい。そこで第三者 C と権利者 A との利益調整の観点から第三者の外観に対する信頼があると言えるため C が不実登記であることについて善意であることに加え無価値であることまで必要である。で、括弧3、本件では A の構成に相違的に帰属する不動産につき B 名義の登記があるため不実の外観が存在する。で、また A は代表者名義で登記せざるを得ないにもかかわらず独自の判断で、これをマークしましょう。独自の判断で不動産を売り渡してしまうような B を代表者に選任している点で外観作出について奇跡性が認められる。これはそんな代表者を選んだ A にも奇跡性がある、よく使うロジックですよね。代表者のだって責任は自分たちの遮断で持つべきだ。そこで C が不実の登記であることについて善意かつ無価質であれば94条2項類推適用により権利者である A が第三者である C に B が無権利者であることを主張できない結果 C が不動産の所有権を取得する、そういう結論になってきます。よろしいでしょうか。で、今日は結構盛りだくさんだったんですけど、よくよく見れば94条2項類推とか他人物売買とかそういうところ多かったですね。で、今日取り扱った論点っていうのはそれほど多くないので、今日のね第6問まではしっかり復習しておいてください。で、あと今やったね代表権の応用っていう論証はですね、これ代理権の乱用の応用なんで26ページに書いてます。論点3、代理権の乱用、これぜひねしっかりできるように書けるようにしておいてください。で、そして今日やったところを復習して、次回もね、7問か8問ぐらい進むので、もうちょっと進むかもしれないけど、10問ぐらい予習していけば十分でしょう。で、その範囲のインプットと答案構成ね、ぜひしっかりやってきてください。で、この講座ね、やること盛りだくさんなんで結構大変だとは思います。ただ、このレベルの問題をやっていくと予備試験の論文普通に書けるようになるので、ちょっとここが大変だけど頑張る、つもりでですね、論証を覚えたり講義の予復習したりしてください。はい、それではですね、次回は第7問目から入って大体10問ぐらいあるので、大体民法総則が終わって、
まあ、若干ね、まあ、物件まではいかないかな。物件はあんまりないけど、大体民法相続ですね。大体民法相続あたりを、しっかりやって、答案構成してきていただければいいと思います。それでは合格答案作成講座民法第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。